問題3です。カッコ1、シータが次の値のとき、サインシータ、コサインシータ、タンジェントシータの値を求めようという問題です。なんかさ、あるね、教科書にね、例えばなんだっけ、コサイン、パイプラス、シータがどうのこうので、サインの方が先かな、サインかコパイプラス、シータがどうのこうのなんて公式が載ってますね。あんなのね、ダメ、覚えちゃう。何にもなんない。何もならないというかね、あれをね、正確に覚えて当てはめようとして、まあ、通用しないね。どうしてそういう公式になるかってことを、単位円の仕組みで理解してないと実際には問題解けません。だからあの公式は絶対覚えないようにしてください。その都度単位円で考えればいいです。で何度かやっていけば自然とね、すぐ答え分かるようになるんでね。まあトレーニングだよ。だからこう、安易な、覚えて何とかしようなんて安易なところに行っちゃダメ。で、基本は単位円で考えるけど、まずこれが大前提ね。単位円のサインシータ。サインシータは Y 座標。半径1の単位円を考えて、サインシータは Y 座標。コサインシータは X 座標。タンジェントシータは傾きで表される。このことは覚えてなきゃいけないよ。これが定義だからね。でこの定義をもとにしてこういう角度も、自然と考えられるようになりましょう。で最初はっていうかやっぱね書かなきゃダメ。単位円書いて単位円を書いてその場で自分で考えられるようにしておきましょう。で時間がなくなるとかね、そんなのはね、全然ね、理由になってなくてね、結局どちらの方が早いかとか、どちらの方が得点力に下がるかって考えれば、一回一回こう図を書いて、自然と考えられるようにしておかなきゃダメです。単位円、座標平面上で半径1の円を考えた。この円において繰り返しますが、サインシータは Y 座標、コサインシータは X 座標、タンジェントシータは傾きとして現れます。で、3分の 7π。3分の 7π っていうのは、まあ最初から確認しますが、3分の π、60度が7個分です。ということで、3分の1。あ、3分の1もっと大きいか。うん。これが π だから、それを3等分してるから60度はこんなもんだね。ここが3分の π。ここが3分の 2π。で、3分の 3π はここになって、で、3分の4、3分の5、3分の6、3分の7と来ましたね。いいかな。ここが3分の π。で、これ1回転して3分の 7π もここに来ます。同じことになる。いい ?3 分の1、2、3、4、5、6、7と考えて、3分の 7π は3分の π と一緒だなというふうにそう考える。そういうふうに判断します。ということで、丸1番。サイン、まずサインからいきましょう。サイン3分の 7π は、サイン3分の π と同じ値です。で、サイン3分の π ですが、サイン3分の π のこの座標。で、サイン3分の π、60度という意味だったね。60度の三角形、直角三角形はこれ、1対2対ルート3でした。いいかな ?1 対2対ルート3だったってこと。ということはこれ、ね、斜辺の部分を、ここは斜辺になるんで、ここを1として考えれば、この長さは2分の1だし、縦の長さは2分のルート3です。ですので、ここの長さ、1対2対ルート3だから、この X 座標は2分の1。で、Y 座標は2分のルート3です。いいね。で、サインは、単位円上のこの Y 座標なので、サイン3分の 7π、イコールサイン3分の π と同じで、2分のルート3。こちらが答えになります。コサインも同じように、コサイン3分の 7π は、1回転してコサイン3分の π と同じ大きさ。で、コサイン3分の π は、コサインは、x 座標だよね。x 座標を見ると2分の1です。ということで、ね、コサイン3分の 7π はコサイン3分の π の大きさと一緒で、2分の1となります。同じくタンジェントシータ、タンジェント3分の 7π。
これも1回転してタンジェントを3分の π と同じ大きさです。でタンジェントは傾きで、傾きっていうのは x の増加量分の y の増加量、これは1いくらで x が1増えられるにルート3増えてますね、1分のルート3だよね。ということでタンジェント3分の 7π はタンジェント3分の π と同じ大きさでルート3ということになります。いいね、1分のルート3だからルート3、このようにして考えます。単位は使っていきます。こんな感じで2番3番4番もじっくり、ここは大事なところなのでじっくり見ていこうと思います。